はいどうも、かっぱんちょです。さてと、じゃあ、最後はね、なんかこの、チャラい、ゆるーい、ぷっていう感じで、<laughs> 理想、イメージとしては、このタイトル見ただけでプっていう、なんかそういう話、なんかねえかなって、ありました。どうでしょう、このあなんてディズニーランド好きな方ですかね、ディズニーランドにこの、ビッグサンダーマウンテンっていうアトラクションあるの、知ってます名前ぐらいは多分聞いたことあると思うんですけど。 このビッグサンダーマウンテンみたいな、いわゆるこのライド系、このテーマパークとか遊園地にあるねこのジェットコースター、コースター系っていうのはライド系っていうんですかね、あれに乗るとねこの尿管結石がねこの改善される可能性が高いっていうそういうい話知ってます <noise> <noise> どっかよ、これ。<laughs> っていうね、イグノーベル賞受賞、ね、イグノーベル医学受賞をう受賞した研究結果っていうのは、なんか今ちょっとね、この笑いと,とともに注目を集めてるっていうね、すごいですよね、ジェットコースター、ビッグサンダーマウンテンに乗れば乗るほど尿管結石がね、うん、排出される人続出。本当か、これ。<laughs> 面白いな。よくこんなの研究する人いますよね。いや、こういうのはいいと思うよ。 ビッグサンダーマウンテン乗って尿管結石が出た人続出実証研究で排斥率が先頭、ね、このコースターライドのこの先頭が12.5%に対して最高部はすごいですよ63.9%だって <laughs> 2人に1人以上が <laughs> あの2人ずつ横に並んでたらどっちか片っぽは <laughs> 確実にこのなんかね、うん体外にこに排出されるっていうそういうデータってことだよね すごいな。尿管結石って、確かすんげえ激痛走るやつじゃなかったっけもう悶絶するぐらい。その辺のたうち回るぐらいの。ねそれが、え、痛いのかなじゃあ。<laughs> 何がどうなってそういうことになるのか、ちょっとね、見ていきましょうかね。すごいわ。アメリカの NASA とかも研究してるんだよ、これ。えー、アメリカ宇宙局 NASA やあ、軍隊で任務中の発作を予防するため、膨大な予算をかけ、研究が行われている尿管結石。 えー、岡山大学医学部の中尾教授がその画期的な治療法を見つけようとアメリカの大学が手掛けたビッグサンダーマウンテン研究結果、これが2018年イグノーベル医学賞を受賞したっていうねを紹介しているとアメリカ人って面白いことやるよな <laughs>、えー。要はこのんなんていうのかな、えー、要はこのトイレの大賞でいう賞ですよねにまつわる謎と。 えー、尿管結石の新しすぎる治療法ですよ、治療法。まあ、なんかこの排泄物、排泄行為ですよね、しょうがない生理現象だからさ。でまあ、尿管結石は腎臓から膀胱までの、えー、尿が通る管,管の中に石ができる病気ですよね。石が詰まることで腎臓で作られた尿が出にくくなって、腎臓が膨れて大変な痛みが出ると。 で救急外来でよく見られるう、割とポピュラーって言っていいのかな、そんなに珍しい何万人に一人みたいな、奇病とかじゃないですよね、うんまあ、割とよくある疾患で、生活習慣とか、あと遺伝も関係あるらしくてね、えー、なんか実は、えー、このはっきりした原因が特定できてないんだって、あれ、でその痛みはもう激痛っていうか、激烈。 まあ原因としては骨から溶け出たカルシウム成分や脱水長時間の同じ姿勢、激しい運動などが推測されているんですけども、まあ、NASA、あとはアメリカ軍では任務中の尿管結石を予防するために膨大な予酸をつけて、ね、この研究が行われてきたらしいんですけども、<laughs> そんなに、まあ、厄介っちゃ厄介かで。アメリカにはオーランド、もディズニーランド、 でビッグサンダーマウンテンに乗った後で、えー、尿管結石が出てきたと自慢する患者さんが結構いるんだって。これが本当なら、換気的な治療法が見つかるかもしれないと。えー、自らジェットコースターに乗って、えー、尿管結石を治療するという研究を真剣にやった人たちがいたんだってで。2016年、ミシガン州立大学研究者たちが発表した論文によると、研究グループは患者さんから実際に出た3つの異なる大きさの結石を用意し、 その結石をシリコンで作った腎臓のリアルな模型に入れて、えー、さらにそれをバックパックに入れ、ビッグサンダーマウンテンに自ら20回ずつ乗り込んで実験したんだって。<laughs> なんだ、実際に尿管結石の患者さんではないのか、さすがにで。最初は模型じゃなく、牛や豚の腎臓を使っていたそうですが、家族で楽しむアミューズメント施設には不適切だということで、許可が下りなかったと。 結果、先頭座席では排斥率が12.5%前後だったのに対して、最高部座席では63.9%の確率で結石が出てきたそうです。結石は5ミリ以上の大きさになると痛みや激痛があったり、えー、手術が必要になったり、えー、するが、研究グループはジェットコースターでこの大きさになる前に石を取り除くことができると主張していると。<laughs> すごいこと考えてやる人がいるね。 面白いこと研究する人がいますね、大真面目にね。うん、そっかジェットコースターに、だから藤山とかもうぐるんぐるん回るもう長い距離、ね、派手に動くやつの方がもうは縦回転系ってことですかね。何かじゃこの G がかかる、ね、右に触れて左に触れてみたいなそういうやつほど、まあ、この大きさになる 5mm て言うかね 5mm 超えるような大きさになる前に、ね、石を取り除くことができる。<laughs> で他には乗馬、あとはこのインドに伝わる特殊なヨガあっていう報告もあったらしくて、えー、いずれもこの、えー、要はこの尿道っていうんですかねこの通り道が揺さぶられて振動とかこの重力、G の力を利用して石を動かして、えー、通過を促進して、えー、石を体外に排出するというこの促すという考え方なんだって。 でちなみにこのビッグサンダーマウンテンの研究は2018年に、えー、イグ・ノーベル医学賞を、えー、受賞したそうですね。でこの膀胱、まあ、尿関連で、えー、また別の話なんですけど人,人間の,この基本的な感覚には味覚、嗅覚、触覚、視覚、聴覚、五、ま、感、あ、ですよね、うんでえーこの。実はこの排尿したい、ね、トイレ行きたいと感じるこの尿いっていやつですかね。 そのどれにも当てはまらなくて、ね、6番目の第6巻ではないかというのかあーって言えるのではないかっていう、そういう話もあるんだって。尿意尿意第6巻何の話してんだろう、これ。で、えー、まあなんかあの、膀胱がいっぱいになると尿、ね、意を感じて、ね、排尿中には膀胱の中身が減っていくのを感じると。 この臓器の伸び縮みを感じる感覚というのは実はよく分かってないとメカニズムがでこの感覚がつまり体内の力学的な刺激を感知する機能が私たちの体に備わっていることが最近あの判明したんだってメカノセンサーと呼ばれるこの機能に、えー、ついての研究報告ではトイレに行きたくなったり、えー、逆かなんか排尿しにくくなったり えー、それとは反対にこの頻尿になったりする排尿障害の治療にも役立つ可能性があると注目されてるんだって世の中には世界中には面白いことを考えてそれに対してこの真剣に取り組む人っているんですね <laughs> 面白いな、うん、とりあえずジェットコースターで、ね、この石飛ばすって話はちょっと何か面白いですね、うん とということで、えーまあ、僕はそれになったことないんで分かんないですけど、尿道炎とかとは違うんだよな、きっとな。うん、何にせよ痛そうだな。あまり痛みにこの苦しむことなく、しかもなんかジェットコースターに乗ってたら知らぬうちにこの出てたなんていうのは、なちょっと興味深いですねで。今回は以上です。